遠藤グループ遠藤蘇合セブン,ア,ンドアイホールディングス蘇合西部遠藤蘇合遠藤蘇合は台湾に本拠を置く太平洋スコ合百科が運営する百科店。スコ合は蘇合の中国語表記。太平洋スコ合百科の標準中国語読みはタイピンアンチョングアンパイフォーとなる。太平洋百科より太平洋蘇合の名称に対する 商標権無効審判が請求され、私的財産局が百貨店等一部の駅務指定を取り消したため、2017年9月より、従来の社名は維持しつつも、商標、店舗名は、円筒総合に変更されることになった。なお、2012年に開店した新築ビッグ式店ティティテは、開店当初より、円筒総合を使用していた。なお、日本の ソゴを運営しているソゴ西部は日本国外でソゴ西部を使用している百貨店に資本参加しておらずライセンス契約を結んで商標を供与している。1986年3月日本のソゴと台湾の太平洋建設が合弁会社として設立。2000年バブル崩壊によりソゴ本体が破綻したばかりではなく、 太平洋建設もアジア通貨危機や不動産不況で業績が悪化。太平洋祖法自体の売り上げは順調だったが2001年9月の納さめり台風で浸水被害に遭い数日間休業を余儀なくされた。その間に資金繰りが回らなくなった太平洋建設から銀行が資金を引き上げたため2002年太平洋グループ総裁の ZH、商民共和、 百貨店の売却を決意。立根高の提案により、立根高を会長とする持ち株会社太平洋流通投資の経営に移行した。その際、遠投グループの支援を受けることが決定し、遠投は現金40億ニューイワンドルの増資を行い、99.7%の株式を取得した。と同時に遠投が立根高の会長退任を迫ったため立根高が反発。 裁判座にまで発展するに至った。二千九年十二月に一旦は、買収は無効とされた判決を、二千十三年五月九日に、台湾最高法院が覆し、遠投の勝利で幕を引くことになった。しかし、立恵高はその後も、民事、刑事、行政訴訟などで、相次ぎ訴えを起こし、二千十九年には、太平洋流通の株式を、シンガポールの外食大手、 ブレッドトークに売却し、同社を通じて経営者の登録変更を求めている。遠藤百貨との統合を目指しており、実現すれば、新興三越を抜いて、台湾一位となる可能性がある。2009年売上は、新興三越658億乳台湾ドル、太平洋、スコー353億乳台湾ドル、遠藤百貨223億乳台湾ドル。日本で、 郊外型ショッピングセンターの台頭により、百貨店が長楽傾向にあるように、台湾、中国でも同様の傾向になることを予想し、今後の店舗展開は複合型ショッピングセンターにしていく予定。2020年8月2日、蘇吉水園元中華民国立法委員長の老いである、蘇新清志や、陳東山、両国宗、女英春ら与野党の下、 現職立法委員6人は、公私法改正により、当該百貨店の経営権を奪還しようとした、立根高から賄賂を受け取ったとして、台北地方検察署の捜査を受けた。遠藤蘇合大、北忠高官遠藤蘇合台北復興館。ありがとうございます。